魔界少女剣平良は武蔵坊弁慶を召喚する。弁慶は道満の弟子である道三を圧倒し、その力を見せつける。魔界連闘会が始まる。第一試合は猛牛馬とコエン。両者譲らぬ激しい戦いになるが、今回はコエンが猛牛馬に雪辱を果たす。続く第二試合、巴御前と鶴姫の2度目の対決。両者呪術を交えての戦いとなるが、鶴姫の危機にコエンが乱入し、試合は中止されてしまうことに。これを裏切りと取った平はコエンと鶴姫に対して宣戦布告を行った。その場に残ったコエンと鶴姫の前に現れる謎の男女。男は道満を己の体内に取り込み、その正体を阿部の生命と名乗る。生命は宝玉の魂を持つ少女を探し出し、閻魔王を呼び寄せ地上を殲滅すると言い放つのであった。